こんにちは、カウンセラーの山本由美です。今日は、そうだ、条件のお話をしようかなと思います。やはりですね、結婚や、自分の人生においての選べない条件みたいなものはあるのかもしれないなと思ってるんです。 あるっていうか、不自由を感じる意味というか、で、私自身がその20年間主婦をやってきてすごく不自由だったんですね。経済的にもそうだし、精神的にもすごく不自由を感じてきてて、で、その不自由を感じることがすごい怖かったんですけど、すごい嫌いだったんですけど、それ以外選択肢がないというような気分でいたんですね。で、結婚をして、その海外での生活なんで、仕事を簡単にいろんな仕事を手に入れたりもできなかったっていうことと、あと夫の仕事で3都市に渡って、いろんな都市、イタリアの中でもいろんな町に住まなきゃいけなかった、ちょっと転勤族みたいな感じで、なので私自身のキャリアっていうのを求めることがちょっと難しくなったということもありました。プラス、その時代だからね、今みたいに私ネットの仕事がなかったから、でプラス子育てがあって、ワンオペで誰もいなかったから、自分が育てなきゃいけないっていうすごい重荷を背負ってたっていうか、自分以外育ててくれる人がいないから、はっきり言って当たり前だけど、でなおかつイタリアのイタリアのそのシステムっていうのは、やっぱ家族がまずいてのシステムなんですよ。おじいちゃんおばあちゃん おじさんおばさんがいての保育園とか幼稚園とか小学校なんです。だって小学校義務だもん、送り迎え、ありえなくない？ちょっと仕事できないでしょ、普通に考えてよ。朝送って昼も2時とか1時とかに絶対迎えに行かなきゃいけないって言ったら、どうやって仕事するんですかってなるじゃん。だからおじいちゃんとかおばあちゃんとかがいるんだけど、普通はうちはないから、全部、夫か私で、基本夫は仕事してるわけだから当たり前だけど私じゃないですか。だから本当に自由がないその世界みたいなのになっていて、私自身がそのリソースみたいなものが少ない中での挑戦でしたね、やっぱりね。だから、夫婦再構築とか、簡単にみんな口に出して言ったりとかすることもあるけど、実際、お金の問題とかさもあるわけで、あと私海外だったら本当戻れないっていうのがあっての、そのリソースが本当にその決まってたと、そのね、 今だったら分かんないんだけど、今は仕事してるしまた別なのかもしれないけど、その時の、リソースっていうのはやはりその限られたものであったと思うんですよね、今と違って、だからすごく苦しかったと思うし、苦しいよね。でもその中でいろいろなものを味わうというか、学んでいったと思うんです。だからそのヨガの出会いとかもそうだし、めちゃめちゃヨガにハマってたね、あの頃はね。もうヨガにハマってヨガに救ってもらってたし、あとそのやっぱり自己啓発系の本とかいろんな心のことを勉強したのも、やはりそこに救いを求めてたと思うんだよね。だからその中で何が私にできるんだろうとか、何が私にとって、最高な恋なんだろうじゃないけど、結局そのだから子育てとか主婦とかって結果が出にくいっていうか、やって当たり前だし、あと経済的とか社会的、何かを得ることはできない仕事なんですよ。これはもうしょうがない。で、その中で一体自分は何ができるんだろうっていうことを
常に模索してきたと思います。でそれは、私なんかの前の世代の人とか親の世代とかやっぱさ、私のうちの母とか、まあ、私のカウンセリングしててもやっぱあるけどさ、お金さえあれば私別れてたのにみたいな。だから私の世代の女性って結構キャリアにさこうしがみつくっていうか、しがみつくじゃないけど頑張、あの当たり前なんだけどね、それがあるのが。でも、そういうものにすごく、力を入れる人もいたし、私の上の上司の世代とかだったらもうキャリアのために子供を産まないとかも当たり前だった時代だったんですよね。で、まあ、今はまた別だけど本当に。でその中でだから理想の人っていうのがいなかったんだよね、私なんかすら。だってキャリアを探したら子供とか産めないのが当たり前みたいな。で子供を産んでる人はもうなんか、あもうなんか人生こんな男と結婚して人生最悪じゃないけど、そういうなんかそういう雰囲気がある中での自分の理想の女性像とかがいない中での、は自分、私もそのリソースが少ない海外っていうところでじゃどう何をやっていけばいいんだろうなっていう。でその中で私自身がベストを尽くすしかなかったんですよね。でもみんなベストを尽くしてると思うんだけど、お母さんは。でそのベストを尽くすことっていうことは決して、無駄なことではないというか、この年、でもこの年っていうかさ、その子育てとか終わったし、子育てもすごい大変だったけど、やっぱり私が子育てっていうその何にもならないことって言えばいいのかな、ある意味をちゃんとしてきたこととか、あと何にもならないことだけどちゃんとご飯を作って毎日作ってきたんだよね。私本当最近あの旦那さんが作ってくれた人なんだけど、もうずっとちゃんとご飯を3食作るとか、なんかそういうことで学んだことっていうのもすごくあったんですよね。で成長できたっていうか、だからどんな状況でも環境でも必ず何かを学んだり成長したりすることはできるし、それは絶対無駄なことにはならないということなんです。だからなんかほら、あの今子育て中ですごい大変な人もいると思うし、あと、病気とかね、そういうのでなかなかこう体が動かないとか自分の好きなことできないっていう方もいっぱいいると思うんですよね。あとポッドキャスト聞いてくださる方は海外にいる方もいっぱいあると思うし、でもそのリソースの中で本当に少ない、その限られ、だからよく言う、私が言ってたそのカード、回ってきたカードで楽しむしかないっていう、そのレスっていうカードだったらレスっていうカードだし、病気っていうカードだったら病気っていうカードだけど、そこから何をつかむかっていうのは人によって違うのかなと思っていて、なんかそれをすごい思ったのが、自分のね、だからその持ってるものをばっかりを見ることっていうのをやめないと、やっぱりこのその苦しみというか、その嫌なカードが回ってきちゃった気分っていうのは終わらないのかなと。なんか今はその嫌なカードが回ってきたなっていうのをすごく感じた時に、頑張れてた自分とかも今となってみればですけどね、その私のやってきた、私ね、あの本当にその自分の食事をちゃんと作るっていうことをやってたんで、麹とかね作ったりできるんですけど、そういうことさえも、よくやってきたなと。なんか、ちょっとダラダラでね、今日のね。だからそのなんていうのかな、その目に見える、手に入れたものをだけで自分を判断することをやめることが、ことをすると、なかなかその、違う世界が見えてくるというか、なんかその世界でマックスな何かを作り上げることができるという話でした。ということで今日もご視聴ありがとうございました。